目の前で倒れたマルコ・ジョズ。海兵たちの一斉攻撃を受け満身創痍の白ひげ。しかし心は折れてはいなかった。息子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえじゃねえか。未来が見たけりゃ今すぐに見せてやるぞ白ひげ。やれエーサー、見ろ白ひげ。やめろの。は、覇王色だ。おいおい、マジか。あの小僧。ルフィが無意識に発動させた覇王色の覇気に圧倒される人々。白ひげが叫ぶ。野郎ども、麦わらのルフィを全力で援護しろ。一大事よ麦わらボーイ。世界一の海賊がバナータを試してる。バナータ、白ひげの心当てに応える覚悟あんのかいって聞いてんの。ギャブルヒーハー。白ひげのおかんがなんだか知らねえけど、俺がここに来た理由は初めから一つだ。余計な麦わらボーイ。鷹の目だ。虫の居所が悪いんだ。気ぃつけな、鷹の目。ミホークを破ったルフィは勢いに乗り、祖父ガープをも下した。息上がるルフィたち。しかし海軍も掲げる正義と誇りをかけ、ルフィの前に立ちふさがる。
海軍大将キザルを白ひげに任せ、ルフィはついに兄エースの待つ処刑台へと到達する。しかしそこには最後の砦として立ちふさがる海軍元帥戦国の姿があった。鍵あるんだ、待ってろ。ルフィ、お前。待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで、無茶ばっかりしやがって。エース！危険のエースが解放された。やったぞ麦わら、エースを奪い返したら。気抜くなルフィ。おう、しばしら。エースさん、ルフィ君。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。危険のエースはヒ、ロギアだぞ。絶対に逃がすな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとう、ルフィ。白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。数々の困難を超え、エースを救出したルフィ。あいつ本当にやる男ちゃべる。助かった気になるな。ここがお前たちの処刑場だ。弟なんだよ、手出し無用で頼む。危険と麦わらを処刑しろ。強くなったな、ルフィ。いつかエースも超えてみせるぞ。アイスブロック。あいつ。じゃあまだ今は俺が守ろう。下がれ、ルフィ。フェザントバック。強化。
切れ！ほっ！引け！おっとっと。パルチザン！パルチザン！フェザントバック！やるな！フェザントバック！せっ！ヘッ！引け！ほら、さらって！パルチザン！まだまだ！せっ！違う！と！そら、と！やるな！ナイスサーブル！違う！せっ！そら、俳優！パルチザン！パルチザン！フェザントバック！パルチザン！まだまだ！せっ！フェザントバック！パルチザン！フェザントバック！やるな！はっ！引け！宴会！ひらほっはっとはっひらほよっそらフェザントバックやるなアルチザンよっ宴会ひばしら宴会よっひらくっはい後悔させてやるよふんじゃこれはどうだ？ふんじゃ、はっ、じゃ、はっ、じゃ、大宴会、宴会や！ひどいことするじゃないの。ちょ、ふんじゃ、ふん、行くぜ、ほら、しらん、どうぞどうぞ。エースの解放を見届けた白ひげはクルーを逃がすためマリンフォードと心中する意思を告げる。エースさん、ルフィ君前を走れ。お前さんたちは狙われとる。思い切れないエースだったがジンベエにせかされ白ひげに背を向ける。だが エースを解放して即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース敗北者、うん、取り消せよ今の言葉。エース、お前の本当の父親ロジャーに阻まれ王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに慕われて家族まがいの茶番劇で海にのさばり、やめろ、何十年もの間海に君臨するも王になれず何も得ず、しまいには口車に乗った息子という名の馬鹿に刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありゃせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。
ひがん！まだだぜ！任されな！以上だ！じゃあ！トン！ひがん！ひがん！エースが焼かれた！エース！おい、ルフィ君、お前さんもう限界じゃ。あ、エースのミブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルビごめんな、ルフィ。ちゃんと助けてもらえなくてよ。何言ってんだ、バカなこと言うな。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ、俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものは、どうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。ルフィ、俺がこれから言うことをお前は後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ、今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。ルフィをかばい、赤犬の一撃を受けたエース。ルフィや白ひげ、仲間たちに礼を言い、満ち足りた表情を浮かべたまま落命する。嘘だろ、おいエース、エース。助けた兄を眼前で殺され、ルフィの精神は崩壊してしまう。だがエースの弟を連れてけよい、ジンベイ。その命こそ生けるエースの意志だ。エースの意志は守られ、受け継がれていく。ルフィの中にしっかりと根を下ろし